近藤和也は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。立憲民主党、石川県連代表。石川県鹿島郡鹿島町出身。鹿島町立多機能小学校。鹿島町立鹿島中学校。石川県立七尾高等学校卒業。1992年、代々木ゼミナール京都校に入り、寮生活を送る。百九十三年。 京都大学経済学部に入学。1997年3月、同大学卒業。同年4月、野村証券に就職。勤務時に民主党候補者候補に合格。2007年に退社。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に、石川三区から民主党公認で、初出馬し、自由民主党前職の北村茂を破って、 初当選した。石川産区は、奥田慶和系の新進石川の勢力も及ばない、自民王国と言われていたが、全国的な自民党への逆風に加えて、引退を表明した全自民党第2子がわら力の後継者はいない発言をはじめとした、自民候補の北村に対する一部の自民党支持者の離反に乗じ、小選挙区で勝利を収めた。これにより、石川産区は、 中選挙区時代も含め55年体制以降の半世紀以上にわたる自民党独占が崩れた。現職時代は当選一期の網や新助や今井正虎と共に金融ボーイズを自称して名乗り活動。予算委員会、財政金融委員会、農林水産委員会を主な所属とし、党務としては代表選挙で支援した菅直人のもと政調会長補佐や 事業仕分け人に抜擢された。2010年9月の民主党代表選では、投票直前まで名言を避けたものの、前回代表選に引き続き菅に投票した。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙に、石川三区から民主党公認で出馬したが、前回より4万票近く得票を減らし、自民の北村に敗れ比例復活もならず落選した。 2013年3月30日、市川康夫参議院議員は、前年の衆院選惨敗の責任を取り、民主党、石川県連代表を辞任。同日、市川の公認として、県連代表に就任した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に、石川3区から、再び民主党公認で出馬。選挙区で、再び落選し、 赤配率90%超まで迫ったものの、比例復活も叶わなかった。二回連続で落選したことで、選挙に弱い人間が組織を引っ張れるのかという思いがあると述べ民主党県連代表の辞意を表明したが、最終的に周囲の反対に押し切られる有任。2016年の第24回参議院議員、通常選挙では、県連代表として石川県選挙区において、 民党も共闘を進めたが、野党統一候補は落選した。民主党から民進党へ移行し、2017年の第48回衆議院議員総選挙に民進党の希望の党合流方針に従って、希望の党公認で出馬。小選挙区では自民党の新人で河原の元秘書である西田昌司に約2000秒差で敗れたが、赤配率97%で比例例の 復活統制を果たした。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加、国民民主党の会計監査に就任した。2020年8月19日、国民民主党は両院議員総会を開き、立憲民主党と合流し新党を結成する案を賛成多数で可決。近藤は自身の合流不参加と、 文党を表明した、玉木雄一郎代表に対し、リーダーの責任は重い。玉木氏には新党に参加してほしいと本意を促すが、玉木の決意は固かった。8月22日、国民民主党、石川県連の常任幹事会が開かれ、近藤は合流新党に参加する方針を明らかにした。同年10月4日、新。 立憲民主党石川県連の設立大会が開かれ、近藤が代表に就任した。選択的夫婦別姓制度導入について、どちらとも言えないとしているほか、2014年の衆院選で31問中23問で政策回答を明確に答えず曖昧にしている。また、2017年の総選挙でも安全保障に関する政策回答は、のきなみ、無回答としている。 大学時代からマージャン帝王と呼ばれるほどの腕前。大学時代、河原力の選挙運動に参加。当選直後のブログ上で、親族以外の葬儀に参列せず、朝伝統も一切出さないことを公表し、支持者から顔が見えないと批判される。2009年11月、陳情に来た奥の都地域の主張に対して、よろよ脱いでもらいたいと。 各自治体での自民党支部の支部長職や役職の辞職を迫ったものの逆に支援を受けた身内である老祖出身の主張や議員の反発を買った。県連代表として望んだ2016年の参院選で野党共闘の新人候補の宗教活動に関して批判的な報道がされた時、県連として文書回答を拒否した。ありがとうございます。